ドジャースに移籍した大谷翔平投手の超絶太っ腹プレゼントが、依然話題となっている。ジョー・ケリー投手の妻、アシュリーさんへ新車のポルシェを贈呈。背番号17の大谷への譲渡が発端だったが、ケリーには別の思惑もあったようだ。MLB 公式サイトによると、ケリーは17大谷に譲ったことについて、誰にでも譲ったわけじゃない、と説明。 松が今後も活躍を続ければ将来殿堂入りするだろう。そうなれば僕は自分の背番号を永久欠番にできる。それが自分が殿堂に一番近づける形だ、と続けた。ホワイトソックス時代を含め2019年から17を背負っていたケリー。東谷二刀流でメジャーを席巻する大谷に快く譲り、99をつけるのはこうした考えもあったようだ。 ドジャースの永久結番は、1、2、4、14、19、20、24、32、34、39、42、53。結番選定に特に条件はないが、大半の球団は野球殿堂入りを条件にしている。ここに、17、が加わる日が将来やってくるだろうか。